こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。皆さんもお感じになっていると思いますけれども、もう間違いなく全ての商品は今が最安値ですね。今月より来月、来月より再来月と、確実に価格は上がっていきますし、まあ現時点で、今日のこのここで日経新聞の6月9日から11日の記事をちょっとご紹介するんですけど、それを見る限りで考えるならば、秋にね、小麦関連製品が2倍以上になってないことはありえないなと。あとひょっとしたらラーメンとか倍になっててもおかしくないなというふうな印象を受けていますので、一応確認してみましょう。まず企業物価指数ですね、5月も 9.1% 上がっています。で、ですね、すごい重要なんですけど、企業物価指数がそんだけ上がったんですけれども、輸入物価っていうのが、43% 以上上がったそうです。ですから輸入物は今のところ価格転嫁してきていませんけ、されてませんけれども、輸入物は 1.4 倍以上になることはもうほぼ確定、ということは頭にまず前提で入れておいてください。で、ただ、ここも、ポイントですけれども、食品企業はもう1万兆、値上げしたそうです。で、この値上げには、値上げは食用油や小麦の価格高騰が主な要因なんですよね。で、ここも確認なんですけど、この小麦の価格高騰は昨年の2021年ですね、アメリカとカナダの大規模な干ばつのが原因の価格急騰なんですね。で、現在の小麦の価格にロシア・ウクライナ問題は反映されていません。ですから、ロシア・ウクライナ問題の方が、北米の干ばつの影響よりも大きいですから、まあ少なくとも、これを要因だけで、小麦価格が相当さらに上がってしまうことは間違いないです。で、ここに書いてないですけれども、アメリカとカナダの干ばつは昨年よりひどいですし、今年はその上で、肥料ですね、肥料を農家に十分渡さなかったということがもう分かってますので、去年以上の不作になることももう決定ですよね。ですから、まあ、小麦価格、まあ、この後のことを考え、ご紹介することを考えると、小麦価格が3倍ぐらいにはなってるんじゃないですかね、10月の価格改定ではね。円安もありますからね、 何しても。で、円安によるコスト上昇分は現時点で価格に転嫁されてない。で、先ほど申し上げた通り、輸入物価は前年同月比 43.3% 上昇です。ね。だから、小麦の値段が上がった上で、輸入物価が 43.3% 上昇していたら、まあ、間違いなく、小麦価格って、ね、そこまでだけで2倍ぐらいになってもおかしくないということがね、容易に想像つきますもんね。で、これに令和の米騒動が重なったとしたら、穀物輸出国が輸出停止に踏み切ったら、ということなんですけれども、食料輸出規制20カ国に、インド、小麦やマレーシアの鶏肉ということで、主要な食料の輸出禁止を打ち出す国が相次いでいるそうです。規制を導入した国は足元で20に達した。まず、まあ、これは輸出が停止にしているわけじゃないですけれども、ウクライナですね、ウクライナは止まっちゃってるんですけれども、食用油であるひまわり油ですね、輸出シェアが世界の5割弱だそうです。で、小麦は世界5位だ。この影響というのがあるわけですよね。で、ひまわり油の輸出が止まるということで、食用油全体の値段が上がっているわけなんですけれども、インドネシアは、まあだからそれでパーム油も上がってるんですけれども、その世界6割の生産するパーム油ですね、それの輸出停止を解除しました。ただし一定割合を国内供給する義務を課しているので、今までのように、
パーム油が輸出されるわけではないので、食用油全体が上がっていくことは間違いないと。でインドが世界第2位の小麦輸出国なんですけど、これも輸出停止で、砂糖は世界3位だそうですけれども、これも輸出停止ですね。だから砂糖も上がる、小麦も上がる。でタイとベトナムが米の国際価格の引き上げに動いていると。でこういうのが広がってくるというか、米の価格が、国際価格が上がっていくと、日本の米の価格もおそらく上がってくるんだと思うので、とにかく6月7月、6月のうちにある程度までは米の備蓄ですかは終わらせる方がいいんでしょうね。でマレーシアはもう鶏肉の輸出禁止ですね。でシンガポールはもう本当にもろに影響が出てるそうです。でアフガニスタンの小麦、アルジェリアがパスタと食用油、ここも食用油ですよね。でアルゼンチンが牛肉、イランがジャガイモとトマト、ガーナがトウモロコシと米、カザフスタンがひまわりの種と小麦。でひまわりの種って書いてあるってことは種ですから、おそらくこれから油を、絞るので、これも相当植物油全体に影響を与えるんでしょうね。でクウェートも穀物と植物油、パキスタンも砂糖。日本は砂糖の輸入もすごい量のようなので、外食産業がこの植物油の高騰と、もの自体もね、こういう動きっていうのが国際価格を上げることになるので、ね、何度も言ってますけど、国際価格が上がった上で、日本の円安で、コストが増えてしまうわけなんで、ラーメンが10月ぐらいに、10月は在庫の部分で、回すっていうのはあるのかもしれないですけど、暮れにラーメンが倍になってないことはありえないのではないかと、勝手に思ってますけどね。で所得の海外流出11兆円、資源高円安で、交易条件悪化。何にしても、円が安くなると、輸入物資の価格が高騰すると、それがさっき言った、44.3% 輸入物価が上昇したということ形で表れてるんですが、何度も言いますけど、この辺の影響が、ね、今から出てきた上で輸入物価がすで、にそういう状態だわけですから、価格転嫁のがどのレベルで、企業がしてくるのか、一気に円安分が来ただけで 40% ってことですからね。もう一体どうなってしまうか分かんないですよね。ここら辺のね、訪日客っていうのも、私からすると外国人受け入れて、食べ物をさらに減らして、で食べ物以外の買い物を含めてですよね、日本にある物資を減らす動きをわざとしてるんじゃないのかなって思ってしまったりしています。とにかく聞くニュースをつなげて考えれば、どう考えても、少なくとも食料がに外食産業もそうだけど、加工食品は秋には2倍はもう絶対確保、今年中に2倍になってないことはありえないと思いますよね。いずれにしても先に買っておけば、その負担が減らせるというわけですから。でも本当インフレっていうのはこの類のことが国際価格を上げることによって、もう物がなくなってしまうので、絶対数が減ってしまえば価格が上がるのは当然なんでね。いずれにしても、新年って迎えることできるんですかね。もうあまりのことに笑っちゃうような状況ですけれども、とにかくあまりにも物がなくなってくると治安が気になりますし、で先日静岡で、食べられる草取りましょう会、残念ながら雨だったんで、やろうと思えばやれたんですけど、雨だったんで魚センターに行って、でその後飲み会やったんですけど、
まあ、東京から見えた方がおっしゃってたんですけど、スーパーに、日本の近海の魚が並ばなくなったみたいな話をしてらっしゃいましたね。外国産の魚が多くて、困っちゃうみたいな話とか、あとは物は並んでるんですけれども、前の方に並んでて奥にはもうスカスカみたいな話も聞いてましたしね。まあいろいろと少しずつですけれども影響は出ているようです。まあその類のことをちょっと、いや、実は日曜日ですね、日曜日に、12日ですけれども、ちょっとまた一応は目が覚めている方々の前で、お話をする機会があったんですけれども、その目が覚めていてワクチン打ってない人たちでも、その時、まあ、10人以上はいたと思いますけれどもね、備蓄どのぐらいしてますかっていう質問で、1ヶ月、備蓄してる人1人もいなかったんですよ。だからね、本当に今起きていることを頭の中でちゃんとつなげて考えることができていないんだなってことをすごく感じました。まあこのチャンネルを見ている人たちにはそういったことはないんだと思いますけれども、何度も申し上げますが、この暮れ、今年の暮れに物の値段が倍になってないことはない。もうこの状況ではありえないと思いますよ。特に小麦、食用油が使われている製品は2倍は確実だと思います。あとね、こうやって砂糖も上がったりとかって、でほとんどの人って食事に砂糖を使うんでしょ。加工食品から何から砂糖を使っていない作り方を紹介してる人っていますかね。ほぼいないんだと思うんですよね。でそう考えると、もう本当、加工食品とか外食産業の価格は2倍でもやっていけなくなるんじゃないかなと。まあパンなんかももう2倍で済むのかな。まあとにかく赤字の価格で、飲食店や外食産業が販売することはありえないわけですから、まあそのコスト上昇分を価格に反映するということに踏み切らないわけにはいかなくなってくるんで。まあ、いずれにしても私たちにできることは最悪の事態を想定して、それに備えることだけですので、ぜひぜひ、一日も早く買い足していって、本当に正月を笑って迎えることができるように、してください。まあ、あとですね、アナウンスなんですけれども、食べられる草取りましょう会というのは、静岡は第1土曜日で、ずっと続けていきます。で、7月8、7月、うんと、7月、8月、9月は、第、あれ？第、すいません。第2土曜日が静岡かな？で、第1日曜が、鎌倉。で、多分第4土日のどちらかが、岐阜の美濃地方。で、7月の第、確か3週だったと思うんですけど、そこが九州という形で。で、繰り返しますけど、静岡はもうそのまま続けます。で、鎌倉は少なくとも3回私がアナウンスします。で、その鎌倉では、バーベキューも10名限定ですけど、やっていただけるそうです。で、岐阜の美濃地方のでも、多分7、8、9の3ヶ月は私がアナウンスして、私も参加して、開催します。まあ、そういった形で、各地域で目が覚めてる、はっきり目が覚めて活動している方がいらっしゃるので、その方々にちょっと協力させていただいて、その人たちの協力者をさらに増やすと。まあ具体的にも、農業という形というか、畑とかをやっている方がとても多く参加してくださるようになってきたので、
まあその辺のことを含めて、ちょっと新たに行動をしていきたいと思ってます。はい。まあその話は次回、ちゃんとした形で、ご紹介するつもりですので、よろしくお願いします。それでは今回の話は以上です。ありがとうございました。